そんなあられもねえ姿でうろうろすんなっつってんだ。みだりにみだらな格好をするな。お、ちょっと月ちゃん、それ脱がそう。偉大なるカンバル先生の恐怖を味わうがいい。今頃気づいたか。いや、楽じゃなくなれるぜ。何してはるんどすか。お兄はん、カレンはん、何どすえこの状況。待て、月ちゃん。なんでカレンちゃんは私の服を着てお兄ちゃんからうっとり顔でベッドに押し倒されてるの。うわ